ちは、華道家の生駒です。今季節の枝物を紹介する枝のすすめというものをやってるんですけれども、この4月で、去年5月から始めて1年間さらっと紹介してきたんですけれども、ここで1年経つので、枝をですね買う時のポイントっていうのを一度まとめたので紹介したいと思います。で、結構枝を買ってみました、参考になりましたっていうコメントをいただくことが増えてきたんですけれども、そもそもその枝を選ぶ時が結構重要になってくるので、そのあたりをですねちょっとポイントをお伝えできたらなと思っております。では枝を買う時のポイント、よく花をですね説明するときに僕は魚に例えて説明するんですけれども、と魚の場合もですね、まず、この3つですね、いい産地があっていい卸市場があっていいお店があるっていう流れですね。いい産地さんがあって、でそれを卸して仕入れる市場があって、でそこからまた買い付けに行って料理をするお店があるっていう流れになると思うんですけども、お花も生物なので基本はこの3つの流れで流れてきます。その場合にですね、やっぱりこの3つを意識していいものが入ってくるっていう流れを、まず理解するといいのかなと思います。でまずいい産地っていうのは、ここに旬とか時期とかランク技術って書いてあるんですが、お花もですね全国で生産されてるので、同じ例えばバラでも産地さんによってランクがあったりとか、例えば春のお花であっても暑くなりやすい地域、南、九州とかからだんだん入ってきて、で徐々に東に行って、北に上がって、最後は北海道から仕入れていくっていう、時期によって仕入れの産地が変わってくるんですけれども、やっぱり植物によって得意な場所があるというところですね。で2つ目の卸市場についても、やっぱりその産地さんがいい旬の時期にいいものを作られているところから仕入れてくるっていうところもありますし、あとはですね、その仕入れたやつでも飛び切りいいものってやっぱりあるんですが、それはやっぱりいいお客さんにちょっと取っておいてですね、こういうのいいものあるよみたいな感じでやっぱり話したりもするというところです。一番最後のいいお店については、これも魚で言うとお店によってランクがあったりとか、フランス料理なのか日本料理なのかっていう得意分野があると思うんですけれども、やっぱりお店によって仕入れをする目がすごいところもあれば、やっぱりどこでも売ってるような花を仕入れてくるところもあると。あとは一番重要なのはお花の処理とか管理なんですけども、よく言われるのは水揚げって言って、市場から仕入れてきてお店で水をもう一回吸わせるように枝を叩いたり割ったり焼いたり、沸騰した水にお湯につけたりとか、いろいろ処理はあるんですけども、そういうものをちゃんと理解してやってるか、あとはそれを水揚げした後にきちんとこう管理する体制があるかとかですね、ちゃんと腐ったものは傷んだものは取ってるかですとか、そういったところの管理もちゃんとしているかというところで、いい枝悪い枝っていうのは決まってくるというのがちょっと前提としてあります。で2つ目の前提を整理というところなんですけれども、これは実際飾る場所がどこなのかっていうところですね。それをきちんと買いに行く前に整理をしておくというところが大事になってきます。で、ここも3つ書いてあるんですけれども、まずそもそも空間、どういうところに飾るのか、エントランスなのかダイニングテーブルの上なのか、あとは天井の高さがですねどれぐらいあるのかとか、まず飾る場所がどこなのかっていうところを整理する。で2つ目は器ですね。これも材質、ガラスなのか陶器なのかとか、いろいろあると思うんですけれども、どういう器、形のものにいけるのか。であと結構重要なのが口の広さって書いてあるんですけれども、このお花を入れる入り口のとこですね、この太さがどれぐらい大きいのかっていうところも結構重要になってきます。特に1本とかでいける時は、口が狭ければ狭いほど、いけやすかったり、逆にこうちょっと横に流したい時とかは口が狭すぎるとまっすぐにしかならないので、あえて口がちょっと広いものにこうかけてあげて流したりですとか、そういう風にも変わってくるので、器もどういう風にするのかっていうのも決めておく必要があるかなと思います。で3つ目は枝と花自体っていうことになるんですけれども、これもめちゃくちゃ天井高いところにこう高さを出したいのに、やっぱり長さが短いと出せなかったりですとか、またこうちょっと横に出したいのに、まっすぐなものしか仕入れなかったらなかなか難しかったりするので、右に流れるのがいいのか、まっすぐで広がるのがいいのかっていうところと、あとはお花の咲くんであれば色ですね、
器に対してどういう色が合うのかっていうところですね。この3つを整理しておくと買いやすいかなと思います。でここがしっかり決まっていれば、まあ、あとはお花屋さんに行ってですね、こういうことで考えてるんですけどっていうので相談してももちろんいいんですし、あとはもしも自分で選びたいっていう時はですね、この花屋で見るコツっていうのをこれも3つ挙げてます。で1つ目硬さ、2つ目が色、3つ目が枝ぶりになります。一番重要なのはまあ分かりやすいのはこの枝ぶりにはなるんですけれども、まあ結構それ以前に重要なのがこの硬さっていうところです。で魚とかもまあそうかもしれないんですけど、結構傷んでるやつってこう触ったら柔らかかったりすると思うんですね。で、まあ、魚の場合はいろいろあると思うんですけど、花の場合は結構触ったら鮮度が分かったりするんです。で基本的にはもう硬いほど、新鮮ってまあ思ってくれてもいいかなぐらいだと思います。でまあ茎、まあ、幹もそうですし、あと葉っぱあとお花の部分ですね、ここもある程度こう硬い方がやっぱり鮮度がいいので、硬さっていうのはまあここはちょっと経験は必要になると思うんですけども、一つポイントというふうになってきます。まあ、花に関しては、まあ、桜とかもそうなんですけど、もうお花屋さんにある時点で咲いてるものだったらもうお家帰ったらやっぱり散っちゃったりもするので、まあ、ある程度どれぐらい飾るかにもよるんですけれども、基本水につけとけばやっぱり咲いてくるので、つぼみであってもやっぱりちょっと固めの方が、お家帰ってから長く持つかなというところです。で2つ目の色については、まあ、これも一概には言えないんですけれども、だいたい葉っぱとかがあるものは色が薄いものからだんだん大きくなって色が濃くなってくるので、めちゃくちゃ濃かったりちょっとこうくすんでたりするとやっぱりもう鮮度が悪いっていう風になるので、もし迷った場合は、まあ、ちょっと薄めの色のものの方を買うことをお勧めします。で3つ目はまあ枝ぶりになるんですけれども、まあ、これはさっきのこの整理するところで、まあ、どういうところに行けたいから、どういう曲がりがいいかなですとか、高さが出やすいものがいいかなとか、お花の色ですね、こういうものがどういうものがいいのかっていうところを一本一本見せてもらって、選んでいただくといいのかなと思います。では最後ちょっとまとめになるんですけれども、まあ、1つ目が、質の高い花屋さんを選ぶ、料理屋さんを選ぶ時と一緒でいいちゃんと処理をしていいものを仕入れてるお花屋さんを選ぶということですね。で2つ目は、まあ、飾る場所をイメージする、買いに行く前にどういうところにどんな感じでお花を生けたい、こういう器に生けたいっていうのを整理していくと買いやすいかなというところです。で3つ目は、まあ、若くて面白い枝を選ぶということで、まあ、これも基本的にはお家帰ってから長く持たせたいので、できるだけ鮮度いい若い枝を選ぶっていうのと、あとはもうまあ、まっすぐっていうよりかはちょっとこう動きがある方がですね、個性が出て面白くなるので、若くて面白い枝を選ぶというのが3つ目になります。ちょっとざっとの説明にはなったんですけれども、僕は直接市場に行って仕入れたりとか、山に入って自分で見て撮ったりするんですけれども、まあ、こういうところを意識して買うようにしてます。まあ、皆さんは基本的にこのいいお店から仕入れることにはなると思うんで、最初は全然わからないと思うんですけれども、まあ、お店によってこう得意な雰囲気とかジャンルとか、例えば生け花に使う枝とかは普通のお花屋さんではやっぱりあんまりニュースできなかったりとかもするので、自分がどういうところにどういう枝を飾りたいかっていう、このお店の雰囲気好きだなっていうところをまず探してもらって、そこのお店の方には相談して一緒に仕入れてもらうっていうのがかなと思っております。先日リキューバイの動画を上げましたが、そこからまた暑くなるのでちょっと涼しげな枝物とかですね、いろいろと時期によって旬の枝物が出てきますので、まあ、2年目もですね、もうちょっとマニアックな枝とかもいろいろ紹介していきたいなと思っております。また何か困ってるポイントとかあればですね、コメントいただければ、一つずつ返していきたいなと思います。では今回は枝を買う時のポイントをお伝えしました。それではさようなら。Be who you are and you'll be enough if you're